皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は海進丸に来ていません。もう行きません。あのところ海進丸には行きません。前日牡蠣の手伝いを頼まれたんですけど、ちょっと忙しいので行けそうにありませんとお断りさせていただいた時の LINE です。なんで会話の流れおかしいじゃろこれ。もう海進丸の親方はこんなことを言うので、もう海進丸行きません。アホだね。ということですね、あの以前アップしたあの柿船の新造船のなぎほう丸さんです。今日はに、柿の収穫に連れて行ってもらいました。で帰って倉敷のトラック YouTuber のチャンケさんと一緒に柿を食べたシーンもあるのでですね、今日はそれをアップしたいと思います。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。こちらこそお願いします。今日はですね、あのなぎほう丸さんがの親方ヒロ君となんと組合長まで来てくれてますんで、あのこれから牡蠣の収穫へあの親方が三宅海さんの親方さんが連れて行ってくれますんで、お二人ちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの左の方はですね、あの寄島漁協の組合長です。はい、組合長も今日来てくれております。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人さん、はい、あっという間に牡蠣蔵に到着いたしました。ドキュメントは漁師のドキュメントなので。しかし船がひどい。さて親方も戦闘態勢に入りました。今日は結構寒いですけどね、一回スイッチが入るともう皆さんあまり寒さも感じませんので、若い人たちは本当にこれで大丈夫なのかというぐらい薄着ですけど、海の中に手をつけて牡蠣をあげております。あっくん寒かろ。寒いんじゃない、やっぱ一応寒ねんか思った。ホタテの貝ですけど、これに牡蠣の種をつけて育てます。じゃあ牡蠣の荷揚げ開始です。一度に大量の牡蠣をあげていきます。これあれくめえし、やっぱり船が大きい方が上げるも早いよ。と思うな、その船この方が。この本数も、あの1個込め、まあこれ大和2だけ2キロ船なんだけど、やっぱ傾くさ、船だったら、本数を減らせないと。ああ、そういうことだ。でこれはいっぺんに上げれる量がお湯になるってこと。そうそうそう。あっく今何本あげよ船を。12本もいっぺんにあげろ。昔のそこだけやりこった船はもう牡蠣がええときは5本とか4本。ああ。ただやっぱ回数は。これ倍以上あげれるわけだな。そうそうそう。なるほど。でまだ釣るは思うんだけど、今度あの元々機械で回数15本入れたら機械には入りにくくなっちゃって、次は12本しかない。なるほど。上げよう思ったらいっぺんに15本上げれるけど、まだ上げれるけど引っかからない。引っかからない。そう、あの木の落としを折る機械にはめにくい。あ、はめにくい。牡蠣を振り落とす機械にはめにくい。で12本にしたい。あ、なるほどなるほど。これはもう全然傾かない。上にしてから。で最後のホタテの殻は殻も機械にかけて落としていきます。釣るだけなら20本以上いけるそうです。全国に今一回あげたらもう次のもうあげる分2トンで、あ、うん、もう こっちの作業終わった時にはもうすぐあげれる、あげれるように。その分まあ倍早いというか。あ、なるほど。ほんでもう12本束にしとるからね、こっちで。そうそうそう。え、12本どうやって耐える、人力で耐える、持って。いや、あそこに金具で、あ、金具に引っ掛けて、あ、なるほどなるほど。で、この今の金具を引っ掛け、引っ掛け直してと、あっちに。ああ、なるほどなるほど。で、ここが
一人のイカダが一人のところはどうしてもそれができるので、うん、まあ、あのロープをサバッとかけてるんで、うん、ただ次の作業がどうしても遅れるという、イカダが作業人数が一人しかおらん場合はってことあるよ。そうそう、今ここは二人おるけん、もう次の準備がもう次の準備が次の準備できると、あ、効率ではできるよ、うん、なるほど。でもう次の準備はもう終わった。あ、これも渡せばもうすぐ引っ掛けて。そうです、あの金具を切り替えると。ああ、なるほどなるほど、あの金具やな。そうそう、今見よう、 あれを外して、あれを外してもう向こうの次の準備を、次の準備をする、さしといて、こっちに、はいはい、ああ、今金具が今引っ掛けられて上がってきてます。ここでふるい落とされます。こうやってふるい落としていきます。ちなみに抑制漁場っていうのは、以前自分が書き方を出した岡川のあの辺が抑制漁場です。大きくなったらここにサプロキって言うんですけど、ここまで出してきます。これなんで出すの？米できてるね。抑制漁場というのは基本的に餌の少ない波の穏やかなところで秋まで、まあ、ゆっくり成長させる、うん、あまり夏場に餌はあんまりあってはならないんで、あんまり餌を食べて、どうしても産卵時期になると一気に産卵してしまうんで、できれば秋までは餌が少ないほど牡蠣にはいい。牡蠣にはいい、はい、で餌の多い漁場に出したら、例えばパイパイパイと増えるような性質を持っていて、それで餌の多い漁場に出す。出す、はい、これ意外にここ出すまでは意外に太ってない。意外にちっちゃいです。これ一気にここに出してから1ヶ月ほどでもう一気に、はい、これ先ほど牡蠣がついてるホタテなんですが、ロープの場合は海にこういう形で養殖できると。で両方とも太陽光が当たるんで成長効率もいいと。で針金の場合はこうやって養殖するんで、引き通すんだな、ここ。はい、針金はでこうやって養殖するんで裏が育ちにくいと。なるほど、はい、だから岡山の牡蠣はよく育つ、そういった意味でもこうやって養殖できる。なるほど、はい、ちゃんとやっぱり理由があるんですね、これ。そしていかだから牡蠣を牡蠣の洗い機のところに持って行って、ここにコンベヤーで運ぶ、洗い機にコンベヤーで持って行って牡蠣を一回洗います。で洗われた牡蠣がこのように出てきます。そして現れた牡蠣は丘に帰ってフォークリフトで工場まで運んでいきます。そしてなんとここでですね、トラック YouTuber のジャンケさんが来てくれました。どうも、おはよう。お久しぶりです。お久しぶりです。走るジャンケブログです。はい、おはようございます。おはようございます。久しぶりです。なんと、はい、ブログジャンケのクラシックのトラック野郎 YouTuber ジャンケさんが来てくれてます。はい、今日お願いします。ちょっといや、こちらこそよろしくお願いします。ちょっとね、カキの時期ってことでね、どう土産が終わりました。で、お書かれたんですけど、なんとクラシックの YouTuber、 トラック YouTuber のジャンケさんが来てくれてます。ジャンケさん、はい、よろしくお願いします。おはようございます。親方もよろしくお願いします。お願いします。で今年のカキの状況をちょっとね、親方に聞いてみたいと思います。今年かってどうなんですかね。量的はまず、中身は例年以上にしっかりしてます。あ、そうなんです。11月というとなんか塩辛いイメージですけど、みんなそういうこと。今年はもうバッチリ。あ、そうなんです、はい、大きい殻は少ないんだけど、はいはい、ダイはまだもう1日80杯酔っても、だからもう一言も出る。あ、そうなんですか。
さっきのバボを80杯言っても1個2カゴ出ないぐらい2カゴ出て、あ、そうなんですか。おもうショーとその下の新婚カキが、あ、あ、そうなんですか。まあ、これからどんどんあのイカダの種ほとりが取っていくんで、はい、中に入れば入るほどもう大きいイカキが出るんで、うん、中の方が身入りがいいんですか。中の方が身入りが悪い、悪いんですか。けど平均ほとりを取って、はい、中に栄養を、ああそういうことですか、うん、ほとりを取るけん中が栄養を吸い出すっていうこと。ほとりはほんでもう塩を受けて殻が丸くなって、はいはい、成長が困るような、手を出さんのよ。ああ、うん、そうなんですか。これから12月入ったらどんどん大きくなる、はい、第2弾になってくるんで。あ、ちなみに第おいくらなんですか。第はキロ800円。キロ800円。小は、小はキロ500円。小はキロ500円。あ、そう、値段違うんですね。それはもちろん大の方が、大の方がよっぽどやつか、それは。うわぁ、よっぽどいい。12月になったら大がまあ出てくる。大に出てくるな。台出てくるけど、もう台遅れ、台遅れにお客さんで、もう早いもん勝ちになるんで、台は早いもん勝ち、はい、はい、本当に、はい、時期的にはあれ、1月なんだよ、一番1月、2月、1月、2月、これ、自分で食べてたけど、まだちょっと早すぎた、フライングできるんですけど、まあでも初盆なんでね、初盆で難しいですね、すごく。じゃあちょっとね、これからちょっとその牡蠣をですね、呼ばれてみたいと、いただいてみたいと思います。今、蒸してるんで、あ、そうですか。もう少し、はい、はい、楽しみです。もっと出来上がりました。ありがとうございます。うまそう、これ。これも美味しそうです。あ、でも、いい感じですね。めっちゃいい感じじゃないですか。これ、ショーですか。これ、ショーとダイの混ざり。混ざりですか。ポリポリじゃないですか。11月とはちょっと思えないような、そうじゃな、まあですね、自分の経験上でもちょっと11月と思えない身のいい、いい身のいい量ですね。おー、すごい。はい、ではいただきたいと思います。サンキューさんも、では、はい、いただきます。一緒に、ほんなら一緒に、うん、うん、おいおいおい、本当に濃い。自分もあの11月の牡蠣をさすがに寄島に長年住んでますんで、まあ何回も食べてますけど、過去ベスト3ぐらいに入るぐらいに濃い味。どうですか。美味しいです。うん、おいしい。めっちゃ濃い。本当に濃い。いや、思ったよりめちゃくちゃ味濃いですね。俺も思ってる。今の時期じゃけん。俺も違う。特別だと思った。なんか。俺も思った。俺も思った。今年は多分出来はいいよ。出来はいいよ。新婚にも残ったもん。私、寄り島とか。そこまで美味しかったことない。この年明けの1月食べたらさらに、ああ、もう身がもうプリプリとか、もうブリブリになってるわけですよ。食べたい、せっかくあるんだよ。お土産のカキまでチャーミーさんの分と2人いただきました。はい、ではあのカキ収穫して食べてみましたけど、今年の出来はなかったらどうでしょう。まあ、まずまずですね。はい、あの、最高いうわけでは、最高いうわけではない。もっといい時があった。もっといい時があった。自分の中では結構、本当にかなりいい方だと思うんですが、まだまだいい時があったようで、あの、さっきはもう販売されてますので、12月になるとですね、これでいっぱいになるんですよ。いっぱいの心に通れないぐらい。通れないぐらいになるらしいんですけどね。あの、台は特に早めに予約してきてください。あと一番美味しいのがやっぱり年明けの1月2月なんで、ぜひその一番美味しい時期を味わっていただきたい。はい、自分もこれから。ではあの今日はこれでおしまいです。皆さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまた、バイバーイ。もう二度と行かないと誓った海進丸の親方から召集令状がかかりました。Okay.
なんと海進丸の方も牡蠣をくれました。ありがとうございます。オッケー、これとる体があんた。